旅行貯金。旅行貯金とは、郵便局や簡易郵便局、郵貯銀行の直営店、以下便宜上、郵便局に、統一を訪問し、証拠として、郵便貯金、現在の郵貯銀行総合口座通帳または、証書にいる、払い戻し、貸し付、等を行い、局名員、主務社員等を応援してもらい、旅行の記念とする趣味。発症の時期は定かでないが、 バスガイドやライダー、鉄道旅行者等に、口コミで広がっていた。鉄道マニアを、想定顧客とする著述者の種村直樹が、著作や雑誌、新聞などで紹介したことで大きく広まった。1991年に、ユーチョラリー協会が、ユーチョラリーを開始するなどし、郵政賞、当時からも認知を得ていた。基本のスタイルは、郵便貯金、郵便振り替事務を行う。 郵便局の窓口営業時間中、多くの郵便局の貯金業務は平日9時から16時までで、一部の愛好家はこの7時間を有効時間と呼ぶに、訪問、各種郵便貯金への預け入れまたは払い戻し、貸し付け、もしくは新総合通帳への本人払い込み等を実施して、郵便貯金通帳、証書へ当該局の郵便局名員及び主務社員を応援してもらうものである。 なお、横型通帳に変わってからも、一時期は、主務社員の応援が続けられていたが、郵政公社時代に完全にその扱いは、応援省略、廃止となったため、主務社員を狙っての収集はできなくなった。どのような場合に、どういった方法を用いてその郵便局を訪問したと、みなすか、一局の定義については愛好者によって、考え方が異なっている。定義1は、本来、 貯金であるからには、預け入れが本義であるはずであるが、口実の問題により多様化せざるを得ず、むね理解されている。定義2については、かつての金沢中央郵便局金沢駅内分室、金沢駅内郵便局会局に伴い廃止や名古屋、郵便集中局が、貯金の窓口取り扱いはないものの ATM での、預け入れに対して、局、分室名の入った。 無印のみを応援していたケースがある。また、近年、効果預け入れ可能の ATM 設置局が増え、前述の定義におかとする愛好者であれば、貯金窓口業務時間外でも一局訪問とできるようになった。ATM の預け入れ可能時間は、最大で平日が8時21時、土休日が9時17時である。ただし、1月1日から3日は、全局休止。 また、一部のつぼねで取扱い時間が違ったり、ホリデーサービスを行っていない例もある。ここ数年は、中央省庁再編に伴い、省庁や機関の改装、改名が相次ぎ、その余波でこれら施設内にある郵便局も解消した。例えば、大蔵省から財務省に変わる前日、2001年1月5日の東京王局大蔵省内分室には、 貯金や消し印のコレクターで長蛇の列ができた。これは定義3の域を超えて一種の記念行動であろう。定義4については昨今の市町村合併とも絡んでくる。2005年2月に長野県山口村が岐阜県中津川市に編入された際には旧村内の2曲は移転も解消もせず曲番号のみ岐阜県のものに変更なった。また、愛、 地球博郵便局のように時期を限定して臨時設置される郵便局もあり、今後預け入れの定義もさらに複雑化することが予想される。定義6については、郵便局巡りを行う愛好者などから、傍若無人であるとする意見が出ているものの、そもそもこの方法でしか、当の地元住民も利用できない責任は、総務省の無能無策であるとの考えから、これは、 順法闘争であるとの思想をもととして実行するものもいるため、両者とも平行線をたどっている。定義8については、遊女銀行直営店に一乗員を扱わなくなった店舗が存在したため、見解によっては応員の得られなかった視点は、行っても行っていない扱いとも取れる。一方、5桁の局所コードだけでも印字されていれば、係数するとする見解に立つと、 直営店の局所コードは、旧郵便局時代と変わらないため、問題ないことになる。貯金と呼ばれてはいるが、多くの場合、金を貯めることよりも、郵便局のある地域に訪問した記念とするのが、主目的である、山奥の坪根100円貯金しに行くのに、タクシー往復で3000円使う、との笑い話があるほど、旅行貯金に関する書籍を多く発行している。 金村直樹は、現地への訪問を必要とするという共通点をもとに、自社の衆院集め、衆院、鉄道駅、道の駅スタンプラリーといった趣味に似通っていると分析している。また、通帳にゴム印を押すという点に着目すれば、銀行、信用金庫、信用組合、農協、労働金庫などでも旅行貯金が可能である。もともとは、 旅行に付随する行為であるため実行者に対する故障はないが、旅行貯金にのめり込むうち、旅行貯金自体を目的とした旅行を行うようになることがある。このような旅行を俗に貯金旅行あるいは貯金旅金と、呼び、実行者は旅行貯金者、パルラー等と自称することがある。施設内にあるため、一般人の利用は不可能だったり、 入校の際に手続きを必要とする郵便局がある。区内庁内郵便局、東京都千代田区は、公共内の区内庁庁舎の中にあり、利用は、区内庁や皇宮警察本部に勤務する職員などに限られていて、一般人が利用することはできない。ただし、かつて郵庁ラリーが行われていた時に、1日ラリーの優勝者が特典として入校し、 同局で貯金できたこともあった。また、昭和末期には、坂下門で局に内線電話をしてもらい、局員が門まで迎えに来てもらって入港できた時期もあった。現在は、不可能。千代田霞ヶ関郵便局財務省内分室、東京都千代田区、2012年3月30日限り、廃止は財務省庁舎の一階にあり、2007年4月1日以降は、 郵便局、当時は、東京中央郵便局在務省内分室、利用目的のみの入港ができなくなった。かつては、入港時に、身分証明書を提示して、許可を受ければ利用することができた。伊丹郵便局自衛隊内分室、兵庫県伊丹市、2004年10月31日限り、廃止は、陸上自衛隊伊丹駐屯地の構内にあり、身分証明書を所持していても、 入港の許可を得るのが難しかった。神戸川崎重工内郵便局、兵庫県神戸市、2012年8月8日限り廃止は、川崎重工業神戸工場の構内にあり、入港時に受付で許可証の交付を受け、郵便局の窓口に差し出して、認め印を受けた上、これを退化前時に受付に提出する必要があった。大阪国際郵便局、 大阪府千南市は、関西国際空港内の立ち入り制限エリアにあり、身分証明書を提示して、目的、郵便局利用等を書面に記入し、一時立ち入り証の交付を受けて利用することになる。ただし、このつぼねの取扱いは、悠々窓口での郵便事務のみで、貯金事務は取り扱っておらず、ATM もない。成田空港内郵便局よび成田空港内、 第二郵便局、いずれも千葉県成田市、2012年3月16日限り、廃止は成田国際空港の旅客ターミナル内にあり、一般の利用者と同様、空港内に入る際に身分証明書の提示と手荷物検査が必要であった。なお、悠々窓口のみ取り扱いの成田郵便局分室と郵ょ銀行埼玉支店扱いの ATM は、同空港内で、 現在も営業している。第2霞ヶ関郵便局東京都千代田区は中央合同庁舎第2号館の地下1階にあり身分証明書の提示と面会票の記入が必要である。手荷物検査等はなく郵便局利用目的のみでの入港も可能である。東京高等裁判所内郵便局東京都千代田区は東京高等地方 簡易裁判所合同庁舎の地下1階にあり、一般の利用者と同様、入校時に金属探知機での手荷物検査が必要である。身分証明書の提示や訪問先の申告等は不要である。大阪関電ビル内郵便局、大阪府大阪市、2009年8月30日限り、廃止も同様であった。2007年9月まで各郵便局の郵便、 郵便貯金、郵便振替え、郵便合わせ、簡易保険等の取扱い事務範囲に関して公表したことはなく、郵便局名と事務の取扱いの適用、特に取扱わないことのみの概要の公表 HP があった。だが、これは特に取扱わない旨の公表に止まり、通常取扱う事務範囲の公表は存在しなかった。特に、 簡易郵便局の場合は法令によるものに加え、校舎の裁量により各受託者ごとに取扱い事務範囲に著しい差があるが、前述の公表の中では、郵便交わせ及び郵便振り替えを取扱いとしていても、電信扱いは取扱いをしない場合がある旨との記述にとまる。また、この公表上では、郵便貯金一人扱いという分類があるが、これには、郵便貯金は、 取扱いはないが、郵便交わせ及び郵便振替えのみを取り扱う局、交わせ振替専業局も何の中期をせずに記載されていたため、これのみで旅行貯金の対象となりうるか否かを判別することはできなかった。先日の公社掲載の郵便局 ATM のご案内では、取扱事務範囲は当該局に直接問い合わせる旨の記載があるが、特に簡易郵便局では、 被災の問い合わせ電話番号にかけたとしても、それが当該局専用直通回線でない場合や、受託者から、さらに委託、下請け、受託者や、受託組織の役職員が、常駐監督しない場合には、問い合わせにはすべて校舎へ問い合わせせるようにしていたため、大部分の簡易郵便局では、その存在自体そのものから不詳である場合があった。結局、2007年9月まで、 各郵便局はもとより、校舎の各部署での案内、問い合わせ等も一切行われていなかった。2007年10月の郵政民営化により、各地の大規模郵便局の貯金化を中心に、郵貯銀行の直営店に移行し、それらの店舗で貯金をすると、郵便局の名称ではなく、郵貯銀行店、あるは支店のゴム印が応印されるため、以前とは別局扱いをする人も多い。 また、民営化直後には一部視点で、応印はしないことになったとの見解が出されるなど、混乱が見られたが、2010年1月現在、すべてのゆうちょ銀行では、応印サービスをしてくれるようになった。最後まで拒否していた、名古屋店もスタンプを作るようになり解消された。また、郵政民営化による、分社化のため、以前なら窓口営業時間外に、ATM で入金しても、 時間外窓口での応印に応じていたが、現在は時間外窓口が郵便局会社のため、応印は不可能となっている。局名印については、局名以外に観光フレーズ、イラスト等を同一印面に入れた、宝印が、上記、ユーチョラリーにおいて宝印が、ボーナスポイント扱いとなったこととも関連して、人気を集た。郵便局によっては、 一曲で複数の宝印を持ったり、数色を用いたカラフルな印面を用意したり、あるいは印面を数行にわたらせ、大きなイラストを曲印としたりするところも現れた。和歌山県内や小豆島の郵便局は、そのほとんど全局が宝印を有している。宝印は民営化直前、多くの郵便局で一旦消滅している。死者によって対応に差があり、 近畿死者などでは、一旦消滅後復活の形を取った、この時に復活しなかった例も数多い一方で、東海死者などでは消滅させずそのまま用い続けた。数行を要する大きな宝印については、必要な行数分の入金をする必要があるように、思われがちだが、CTM に破行を飛ばして印字する機能もあり、押す、スペース分飛ばして印字することができため、 この機能を用いて対応する郵便局が多かったが、2006年春に日本郵政公社から行飛ばし機能の使用を控えるようにとの通達が出た。同年夏時点では地方によって行飛ばしの可否にばらつきが見られ、行飛ばし負荷の場合は複数回預け入れし、数行で一員との形で依頼することになっていた。続いて同年11月20日頃、 数行にまたがる宝印自体を禁ずる胸の通達が出され、全国の郵便局でファンに陳徴されてきた複数行宝印は急速に姿を消しつつある。ただし複数行印自体は宝ではないが一部のちょ銀行直営店、口実で複数行幅の店名員を流用することもあり、完全に消えたわけではない。これらの場合は過渡期と 同じく複数回の預け入れで対処することになる。宝印についてはも参照。郵便貯金等のオンラインシステムは昭和40年代に本格導入され、大部分の普通郵便局、特定郵便局では昭和50年代に完了し、地方部や局舎構造上、権利関係上困難だった郵便局も1996年、平成8頃に導入が完了した。 しかしながらその数は徐々に減少し、2005年3月31日、限りで、東の川間郵便局、奈良県上北山村が廃止、的場間郵便局、山形県山形市が一時閉鎖、その後、2007年4月30日付で廃止され、現在は常時開設のオフライン局は存在しない。2007年現在、普通郵便局と特定郵便局における、 郵便貯金、郵便振替え等の業務はオンライン化が達成されている。先日の公社公表では、官郵便局全局で、積立郵便貯金事務を行わないとしていながら、取り扱っている官郵便局が存在した。そのつぼ根では一応、CTM で印字等がなされ、預け入れ、払い戻し等がそのつぼ根で行われたように見えるが、実際の処理はオフラインであり、 簡易局全局で非扱いを建前としていた関係上、他局ではオンライン上で即時に確認が取れない。簡易郵便局は全局でオンライン化された。郵便貯金の取り扱いを行わない。簡易郵便局であっても郵便振替を取り扱っている場合、全国の局、シティポストを除くにおいて、新総合通帳への本人払い込みが可能である。 郵政省が総務省に再編されて、最初の平日となった2001年1月9日に、まずパルル通帳の身がに代わりとなった。1ページ24行7ページ、あとに9ページの構造となった横型通帳の通常、郵便貯金では、主務者陰乱が廃されたため、縦型通帳の在庫を求めて、遠方の郵便局へ赴くもの、あるいは通常貯蓄貯金通帳、 貯蓄型 I 及び貯蓄型 E、当時は縦型通帳のままだったのでそれを用いた旅行貯金を変更するものも現れた。日本郵政公社が発足した2003年4月1日にパルル以外の通帳についてもすべてが縦型通帳から横型通帳に改められ、加えて郵便局に縦型通帳の在庫があってもそれへの再発行。 民間金融機関有う通帳繰り越しは認められず、横型通帳への再発行に一本化された。横型通帳では、主務社員を整って押せないことから、旅行貯金に対する意欲が減衰し、ついには、趣味自体をやめていく人も出だした。それでも熱心な愛好者は、通帳の上下端や、預け入れ金額欄などの余白に依頼するなどを工夫して、主務社員の収集を続けた。 さらに2005年3月11日には、日本郵政公社が主務社員に関する通達を出し、以後は、主務社員そのものを通帳に押してもらえなくなった。現状でも、曲名コム印の応印は続いているため、必ずしも主務社員にこだわる必要はないのではないか、という意見もあり、同じ趣味をしている人でも主務社員に関する見解は、異なっている。一方で、主務社員に重きを置く人は、 一部のつぼねで、主務社員と局員とで辞退、新事態と旧事態、異体児などが異なるケースがあり、正式な局名自体がどちらなのか、解消されたか否かの判別が曖昧になるなどを理由に挙げている事態、読みの変更解消は実際にあり、通常の解消とともに公式サイト、プレスリリースで随時案内されている。上記の局名に関する問題は、 一部の旅行貯金者にとって一局の定義や自分にとって100局目、1000局目がどこか県は官報になるのか否かなどの事柄が絡む点で極めて重要な問題とされている。2005年10月24日に設置された大津中央郵便局、坂本分室、坂本郵便局から解消。現、比叡辻郵便局では当初、 分室内裏のゴム印を作成しなかったため、初日に訪問したマニアの一部が、窓口職員に必要な講義を行い、業務を妨害する等の出来事が発生した。稀に、愛好者のみならず一般の人も記念行動として、預け入れすることがある。各郵便局は、分室、出張書を除き、取扱局番号、為替コードともと称する5桁のコードを持つが、 取扱局番号が11,111 11や12,345の郵便局も存在する。なお取扱局番号については、ゆうちょ銀行を参照のこと。平成11年11月11日木曜日、取扱局番号11,111 11の飯田風、古市郵便局、長野県飯田市には、1並びの預け入れをしようと、約200人の行列ができ、 1, 1日で1000人以上訪れたなお取扱局番号12,121を持つ新潟沼水、塗ったり郵便局は翌年平成12年12月12日にゾロ目となったが通常よりやや多い程度の客数で業務に全く支障はなかったという。これに続くゾロ目は平成22年2月22日月曜日。 取扱局番号22 22 22 2万2222の亀山、井田川郵便局、三重県亀山市となった。印酒パターンから、年月日ランが22から02から22となり、井田風、腰郵便局のように完全なゾロ目とはならなかった。ものの、当日の営業開始前には、記念預け入れをする人の行列ができた。記念目的の利用者は200人弱で、 午後に入ると局前の列は短くなった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。